紹介の最後につながった脅威とつるんでの突然の反乱にはどこまで勝算があったのか。食感を滅ぼした当該と紹介のコンビ、滅ぼされた側の食のファンからすれば、せめてこの二人には敵ながらも大物であってほしいと思うところがありますが、いろいろと足を引っ張り合い自滅していってしまった終わりの悪さが印象としてつきまといます。特に問題となるのが紹介の最後、当該のことを謀反の疑いがありとチクって軽視に追い込んでおきながら、その直後に突然脅威とつるんで反乱を起こし、しかし実際にはほとんど何もできないうちに中殺されてしまいます。一体この人は誰の味方だったでしょうか。もし本気で天下を狙う野心があったとするならば、それはどの程度本人の実力に裏打ちされたものだったのでしょうか。いろいろとすっきりしない紹介の乱前後の経緯、まずは食感平定から紹介の乱に至る前後の展開をおさらいしてみましょう。当該と紹介が食平定のために出動する。それぞれに順調に戦績を上げるが、実際に食を降伏させたのは当該。生徒に入った当該は兵力を整え、そのまま呉に攻め込む準備を始める。独断で呉への進行準備を進める当該に対して、魏の本国では不信感が募っていく。これは良い機会とばかりに紹介が当該には謀反の疑いがあるとチクリを入れる。当該の逮捕拘留につながる。当該がいなくなった生徒で独裁者状態となった紹介のところに脅威が接近してくる。脅威が紹介に、あなたはこんなところでくすぶっている人材ではない、天下も狙える人材だといろいろと良い書を入れる。すっかりその気になった紹介は脅威と組んで決起する覚悟を固める。この時、職をこのまま俺がいただいて割拠すれば天下も十分狙える。失敗したとしても職の中に閉じこもって独立国家の君主として立てば、最低でもかつての劉備くらいの地位にはなれるんじゃね、という。よくよく考えると、食感の威信を取り込むには反感を買いすぎる発言をしていた。反乱のために幽閉していた部下が決起し殺害される。つまりほとんど何もできないうちに紹介の乱は終わった。やはり気になって仕方ないのは紹介の反乱準備のずさんさ。どうにも気になるのは、その行動について守備一貫性という点でハテナがつくことではないでしょうか。職の平定を推し進めたところまでは良かったものの、どう考えても当該に先を越されたことへの焦りから当該を追い落とし、その後で脅威によいしょされるとすぐその気になって後先を考えずに反乱軍を立ち上げ、案の定準備ができていなかったためにすぐに自滅してしまったあたり、魏の本国とうまくいっていなかった当該をむしろ仲間に引き込んだ方が反乱の成功率は上がったのではないかとか、紹介が反乱をして成功すると踏んだ根拠はほとんど接近してきた脅威のあんたならできるよというよいしょの言葉だけだったのではないかとか、少なくとももう少し仲間を増やしたり、職の威信をしっかりと抱き込んだり、いろいろ地盤固めをやってから反乱決起をした方が良かったのではないかとか、素人ながらにもこの紹介の乱の準備の悪さにはいろいろと言いたいことが出てきます。ぶっちゃけその場その場の空気に押されて深い考えもなく動いているようなところを感じてしまいます。まとめ、司馬将には読みに読まれていた紹介の反乱。紹介は当時の魏において随一の策謀家とされていました。当然魏の事実上の実権者であった司馬将からも高い評価を受けての平定軍司令官への抜擢だったのでしょう。それにしては前評判と実際に職に入ってからのずさんさとのギャップに後世の我々は戸惑ってしまいます。ところがこの経緯について正史三国志の紹介伝には意外なエピソードが含まれています。紹介が職に向けて出撃した後、魏の重臣の一人が司馬将に向かって、紹介を野放しにしておくと職を平定した後に裏切るのではないでしょうか、あの男は信用できませんと助言をしたことがあったそうです。その時司馬将がとんでもないことを言っています。その通りだろう、うまく職を平定したらきっと紹介は野心を抱くだろう。でもそうなったらそうなったで好都合ではないか。紹介には疲れた兵隊の人心を掌握できるわけもないし、
職の威信を従えることもできないだろうし、みすみす自滅してくれるだろうから。つまり芝生は最初から紹介を、職の平定という功績を挙げた後には自滅するだろう捨て駒と計算して使っていた可能性があるのです。三国志ライター八代の独り言だとすれば、芝一族こそ結局のところは恐るべし策謀家一族という結論になってしまいますし、所詮紹介などは芝一族の手のひらの上で踊っていただけとも取れるのでした。三国時代の政治の世界は本当に恐ろしい。最後までご視聴ありがとうございます。今回の初めての三国志 TV はいかがでしたでしょうか。これからも皆様と歴史を楽しむ、歴史を深める、歴史を話し合う動画をお届けしたいと思っております。もしこの動画が良ければ、グッドボタン、チャンネル登録をお願いします。これからも初めての三国志をよろしくお願いします。